こんばんは、YT ゲームへようこそ。今回は呂布最強伝説、第2弾の動画です。前回の動画にてコメントをいただいた皆様へ、この場を借りてお礼を申し上げます。それでは早速、今回の対戦相手である、軍師の選抜メンバーを紹介します。まず一人目は純育です。早々にはガチョウ志望と呼ばれる人材です。戦闘面では期待できませんが、混乱の特技が発動すれば、呂布は簡単に引っかかるでしょう。二人目は呂書です。彼も純育と同様に混乱を扱う武将です。武力も割と高いのでいい仕事をするでしょう。三人目は角です。曹操を追い詰めたように、呂布も苦しめることでしょう。四人目は景育です。曹操配下の古参の軍師です。混乱を覚えている部隊です。5人目は芝居です。義の最高の希望を持つ彼を、外すことはできませんね。6人目は伝統です。炎章軍の参謀として活躍した人物です。今回は呂布討伐のために参加してもらいました。7人目は優勝配下の長将です。口が災いし、捕らえられた彼ですが、時代を見据える先見の明はあります。8人目は周囲です。呂の力も借りることにしました。今回の戦闘で使う特技は若干不安ですが、武力が高く恐ろしい存在です。9人目は諸葛亮です。職の上昇といえばこの人ですね。軍師キャラの代名詞的な存在です。10人目は角化です。曹操が赤壁敗戦後に、彼がいたらと嘆くほどの、希望の持ち主です。きっと呂布を追い込むことでしょう。11人目は宝刀です。諸葛亮と並ぶ知力の持ち主です。伏龍と鳳雛がいれば天下を望めるならば、この戦も。12人目は東大です。武闘派軍師キャラで、混乱を覚えています。13人目は京衛です。諸葛亮亡き後の職を支えた人物です。武力が圧巻の93もあります。14人目は李樹です。董卓配下時のような狡猾さで、呂布を苦しめてくれることでしょう。最後の15人目は曹操です。呂布とは因縁浅からぬ人物を外して、戦いを挑むことはできません。前回の借りもあるので、今回は勝利をもぎ取ります。そして今回のラスボス呂布の状態はこちらです。準備段階で有名がマックスの1万になってしまいました。そして、戦場となる牧羊の数値はこちらです。敵に不足なし、戦いを始めます。前回の14万でも勝てなかったので、倍の30万を準備しております。援軍という必殺技を忘れていました。勝負だ。前回の反省で、真ん中の城だと、上下の城に回復に行くので、下の城で待ち伏せします。今回も呂布は私がプレイ、AI が軍師軍団を操作します。来たな、ゲロウメ。
さすがに多い。増援が来たか。私に敗北などない。まとめてかかってこい。撤退したか。なかなか混乱は使ってこないな。しかし、敵の勢いが凄まじい。くらえ、我が弓の攻撃を。当該と脅威の王者が厄介だな。こちらの兵力が半分を切ったか。戦国とな。うがががやろう。ぐこの予布の散り際、その目でしかと見届けよ。む、無念なり。ここまでのご視聴ありがとうございました。皆様、良いお年をお過ごしください。